u 2 3ユベントス FC はイタリアトリノをホームタウンとするユベントスのリザーブチーム。2020から21シーズンはセリエ C に所属している。u 2 3ユベントスは2018年8月3日に発足しセリエ C に参入することが発表された。イタリアのサッカークラブの下部組織にはプリマベーラの20歳以下のカテゴリーまでしか存在せず、 トップチームに昇格できない選手は共同保有や、株クラブへのレンタル移籍で、出場機会を積むのが通例であった。2018FIFA ワールドカップにおいて14、大会ぶりに予選敗退を喫し、世代交代が求められていた、イタリアサッカー連盟は2018-2019、シーズンからセリエ C にセカンドチームが参入することを、認めると発表した。また、 若手選手の青がいを防ぎたいフィーファにより、期限付き遺跡の人数を制限されることが予想されており、u 2 3ユベントスは、セリエ C に参入する最初のセカンドチームになった。2020年2月23日に対戦したセリエ C、ピアネーゼにプロサッカー選手としては、初となる、新型コロナウイルス感染症の感染者が発覚し、トップチームと接触しない措置が取られた。 2019から20シーズンは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、セリエ C が途中で打ち切られ10位で終えることとなったが、創設2年目で、コッパイタリアセリエ C を優勝し、昇格プレイオフに進んだ。2020年7月30日、2020から2021シーズンから、トップチームに4年所属したアンドレア・ピルロが監督に就任することが発表された。 しかしその後、トップチームの監督であったマウリツィオ・サッリが UEFA チャンピオンズリーグでの不審で解任されたことにより、ピルロがトップチームの監督に就任した。2020年8月22日、空席となっていた監督にユベントスの U-19 チームを指揮していたランベルト・ザウリが就任することが発表された。初年度はアレッサンドリアの スタディオジュゼッペ・モッカガッタを使用しているが、前年に設立された女子チーム、ユベントス・ウーマンと共用できるスタジアムの建設を目指している。U-23 という名前ではあるが、3名までオーバーエイジが認められており、経験を若い選手に伝えるために23歳以上の選手も所属している。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は、 トップチームで育成枠を満たす選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を示す。ありがとうございます。